皆様、おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、シモムーです。いやー、うまくいかんねー。うまくいかん。なかなかうまくいかんねー。もうほんとね。もう今日はですね、うまくいかないからですね、私、暴露します。もうね、これだけはやりたくなかった。でもね、もう何がうまくいかないかと言いますね。もうチャンネル登録者数が伸びない。甘くないね、そんなにね。もうね、全然伸びないです。チャンネル登録してください、皆さん。だからもう今回はね、最終手段、もう切り札出します。私、暴露させていただきます。ある人を晒します。もうこれだけはね、やりたくなかったんですよ。もうこんなことするためにね、YouTube 始めたわけじゃないんですよ、私はね。あ、聞こえてますか、ちゃんと。大丈夫かな、聞こえてる、届いてるかな。まあまあ、とりあえず続けますけど。ほんとそうですよ。こんな暴露するためにね、芸人になったわけじゃないですけど。もうね、私も我慢の限界。もう堪忍袋の尾が切れたということで。もう暴露させていただきます。もうついにですけどね。爆弾投下しますよ。これでね、チャンネル登録が伸びていただけるなら、もう一気に200、300、400、もういや、1000人いくんじゃないか、これ爆弾投下したらね、もうそんぐらいのビッグな暴露をしますんで、聞いてくださいよ。聞いとけよ。聞くんだよ。この YouTube の先のみんな、もう拡散していいからね、どんどん。いやー、もうでもここまで来ちゃった。もう仕方ない。暴露をさせていただきます。今回暴露する内容はですね、シモム、両親のこと、ママ、パパと呼んでいる。言ってしまった。言ってしまった。バレた。これで、これでバレたぞ。なんと私、シモム、両親の呼び名をママ、パパとずっと呼んでおります。ちょっとね、言い訳させて。これは言い訳させて。もうね、ですね、これはね、小さい時からずっとね、ママ、パパっていう教育で育ってるんですよ。でね、よくみんななんか、ママ、パパで来たのが急にお母さん、お父さんになるとか言うじゃないですか。でもね、そのきっかけが私は分かんない。それはね、中学生とかの時はちょっとね、抵抗ありまして、だから友達の前では、ママ、パパかとは呼べなかったですよ。名前呼べなかったです。両親に関しては。おいとかね。おいは言ってないか。なんか名前呼べずに、その友達の前で。ね。ちょっととかね。呼んでましたけども。でもね、ある時ね、それに関してね、抵抗があったんで、両親にね、言おうかなと思った時があったんですよ。今日から、お母さん、お父さんって呼んでいいって言おうと思ったんですよ。でも、変じゃないですか、そんなん。ずっとママパパで座ってるのに、急に中学生ぐらいになってからお父さん、お母さんってなんかね、別人のような感覚なんですよ。だからね、もう言えなかった。だからもう私はね、ずっともう未だにママパパです。今はいいんですよ、別に大人になってからはね。何の抵抗もないですけど。まあでもね、これは墓場まで持ってきたかった。でも仕方ないよ。チャンネル登録増やすためにはもう、これ出すしかない。もう自分を犠牲にして、もう晒すしかないですよ。ああ、これでもうちょっとね、私のシモムのイメージダウンとともに。まあいいですよ。イメージダウンしてくれて、チャンネル登録が伸びてくれれば、もうこれでいいんですよ。これでね。これがもう理想のポーズですから。ね。まあね、私、そうですよ。みんなはね、いつ呼び方変えてんのかな。まあね、いいんですよ、いいんですよ。でもね、いまだにこう、みんながいるところとか、誰かがいるときに、両親がいるときは、強がって、おふくろ、親父って呼んでますけどね。でも、家族だけのときは、ママ、パパと呼んでるというのでございます。もう、どんどん拡散してください。いいですよ。好きにも、拡散してください。晒してください、私を。いいですよ。よし、これで、この後のチャンネル登録者数が、とても、楽しみだ。皆さん、マジでよろしくお願いします。本日の暴露は以上です。
また次回の動画でお会いしましょう。本日も明日。